なんか八丸がもやがかってますね今。もやがかってる？どういうこと？どうも昆虫ハウス101号室八丸です。そしてカメラマンが平岡さんです。お願いします。今日はもう相当エジカラが強いですよ。おお、我々の会話なんていりません。お、いいですね。まず物を出しますね。はい、じゃん。購入品紹介なんですけども、珍しいね。まずこんな感じでドンと。そうですね、こういう形の購入品なの。昆虫ショップの店長に1万円をお渡しして福袋を作ってもらいました。おー、福袋購入。福袋は9月にもあるんや、はい、まあそうで、確かにお正月のイメージあるけどね。イメージやったね。まあでもね、お餅だってね、お正月以外も食べるわけだし。まあまあそうですね、うん、毎日たこ揚げしてるから。いや、そんなことないでしょ。動画作れよ。絶対その時間もったいないって。本来そういう福袋とかを作らない方なんですけども、はい、お願いしてね、なるほど、が特別という感じで作っていただいて、その昆虫ショップの店長というのがランバージャック横浜店の田中さん。はいはいはい、田中さんですね、はい、まあお家にもね、お邪魔させていただいたりして、田中さんが飼ってる生き物の中からっていうセレクトだと思うんで、うん、バジェットガエルの可能性もね。あー、いやー、そこ目指してんのお前。僕がカエル買いますって言って買ってしまった場合はやっぱそれはね、うん、ちょっとね、昆虫チャンネルとして罪かもしれませんけども、うん、もう人からもらったらもしょうがないから、それは、まあ、田中さんが入れていたらね、はい、まあでも田中さんといえばもう断固わらじなんですよ。まあ確かにそのイメージありますね、はい、そうですね。その中でもちょっとね、欲しい種類もいたので、もしそれがこの中に入ってればゴキブリとかも。でもやっぱり、いや、そう、それがちょっと怖いですね。じゃあ開けていきますか。はいはい、こんな感じになっておりますね。なんか出ましたけど、はい、おー、意外となんかコンパクトな感じでいろいろ入ってるのかね。暑い時期っていうのもあったので、ペットボトル2つ入れて衝撃がないように緩衝材みたいな感じで。この梱包力もやばいですね。梱包したくてダンゴムシもやり始めたって言ったから、無理にここないな。バジェットの望みは消えたかもしれないですね。バジェットは消えた、はい、田中さんの可能性は。ただしこのサイズやってないから、誰がじゃあ入れたのってなるから、怖い話になっちゃうから。ちょっと待って、なんか八丸がもやがかってますね今。もやがかってる？どういうこと？不具合なのか。画面見せて。どういうこと？もやがかってる。もやがかってます。なんで？なんかレンズを拭いたりしても治らないんで、八丸がもやがかってるんだと思います。いやいや、そんなのないよ。肉眼で見てももやがかってる。もやがかってんだ俺。はい、マジか。俺は、まあ、俺のこと見れないからわからないけど。俺もやがかってたから。またもやが強くなった。どんどんやばい。え、なんで？確かもやがかってる。もやがかってないよこんなに。あと俺以外ももやがかってるから。巻き込むタイプのもやがかってるじゃないから俺。話にできないぐらいもやかかってたから。そうやね、さすがにね。ちょっとこっからスマホ撮影で大丈夫。あ、もやかかってもう俺が問題やから。そうなる。始まる。いやいや、どういうこと？ どこ行った？そんな、ノブみたいなこと？どっか行って。いやいや、見えてはいるだろう。田中さんにも申し訳ないし。いや、そんなことないやろ。どこも行けんだお前。目の前。そっちとかいないから。前にいんのか？昆虫ハウスがどうだろうってなってか。もうそうなると。なんで俺だけ見えてんのか不思議やし。お前が。まずじゃあ、一品目ですね。はい。じゃん！タイベニワラジ。タイベニワラジ。10匹と、ワラジムシですね。もうその名の通り。あ、いました、いました、いました。飼育したことないワラジムシですね。はい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 。ベニワラジ。大人になったら、体の真ん中が赤くなって、端が黒くなる。まあ、黒と赤を楽しむ感じなんですけど、最初から真っ赤な個体が徐々に黒つくパターンと、もともと黒い子が赤くなっていくパターンと2種類あって、なるほどね。まだまだ謎の多い、なんか個体差の激しいワラジムシみたいですね。ああ、結構じっとしてるね。そうね。確かワラジムシってね、うん、めちゃくちゃいろいろ移動するイメージありますけど、ワラジ自体ね、昆虫ハウスでもまだそんなに飼育してないので、はい、うん、その種類が増えるのはめちゃくちゃ嬉しいですね。いや、確かに。いいですね。はい、うん。新しいワラジの仲間が。で、このタイベニワラジが、田中さんがヤフオクでも販売されてるんですけど、それが大体なんか1000円とか2000円ぐらいで、これぐらいの数入ってるんで。いいですね。続いて2種類目。はい。あの、僕が田中さんに団子わらじの福袋をお願いした理由が、はいはい、ある種類が欲しくてなんですよ。このね、1万円の福袋で入ってくれないかなってね、ちょっとかけてた部分があったのが、なるほど、
入ってますね。あ、いいじゃないですか。じゃん、ホワイトピジョン。ホワイトピジョン、ムーダーピジョットでは。いや違うよ、ポケモンのポッポの進化系のやつじゃないよ。まあ、鳩やん。昆虫ハウスの動画を見てくださってる方は、はい、まあ、田中さん宅の時のダンゴムシ紹介で見せたので。あ、なるほどね、出てましたね。出る方いるとは思うんですけど、大好きなんですよ。あ、いましたね、綺麗やね。あ、ピジョンやん。え、いや、なる、ホワイトやんはわかるけど、ピジョンやんはならんて。形がたまんないんですよ。形、なんか白い系のダンゴムシってね、マジックポーションとかね、はいはいはい、アルビナ T マイナスとかあるけど、あれ岡ダンゴムシの丸みを帯びたダンゴムシなんですけど、はいはい、まあそうですね、はい、こいつはね、あのちょっと平べったい感じのフォルムに、この白に近いボディでね、はいはいはい、確かにそうよね。感じがめちゃくちゃ可愛くていいですね。上品、いいね、たまらなく可愛いね。これもどうなんですかね、まあそのヤフオクでの市場、僕が見たのは6匹で4000円とか。結構するじゃないですか。そうですね、相場ではだいたい今の時点で5000円ぐらいですかね。そうですね。えげつないっす、えげつないっす、出ました、ハチマルの。そう、これが出た時、コンチハウスの動画何本か見てくださってると思うんですけど、えげつないっす出た時のハチマルやばいっす。初めてだわ。お前ちっちゃいっすと大きいっすよ、出したの初めてだ。確かに。じゃーん、ホワイトシャーク、ホワイトシャーク、マジでか。ホワイトシャーク、サメですよ。この子だけで6匹1万円ぐらいするんですよ、はい、うわー、なるほど、これだけでじゃあ元取れるぐらいの、ぐらいの希少種。はあ、これがホワイトシャーク。はい、すごいね。なんかカラーリングも白だったり黒だったり、うん、ちょっとねオレンジが入ってたりと、はいはいはい、色味もね。うわー、サメ、こいこいこい。ああ、いやいや、上手の BGM。 逃げろ、いや、やめろ、取ってくれないわ、さすがに。その BGM はちっちゃい子ですけど、まだかなりちっちゃめですか。もっと大きくなるのかな、うん、もっと大きくなりますけどね。それが6匹、うわー、マジか。こいつはだいぶテンション上がりますね。一応相場で言えば今のところ1万5000円ぐらい。はい。あの僕の1万円福袋でお願いした、うん、多分その量としてはこれで終わりなんですが。はい。なんかね、あと一つ。2万人祝プレゼントって書いてあるのがありまして。え？もしかして。そう。みんなが思っていたあれです。ボルネオコブです。バジェットワイルじゃないか。さすがにそうだ。さすが、よかった。よかったよかった。ボルネオコブって誰、小型種って書いてますね。そうですね、10匹。いや、嬉しいね。2万人プレゼント。はい、まず本当ありがとうございます。まずありがとうございます。本当にありがとうございます。こちらでございますよ。はい、ボルネオコブ。僕も見たことはあるんですけど、めちゃくちゃちっちゃい種類なんでね。これはボルネオコブや。いや、わからんやろ。ボルネオかどうかわからんやろ。拡大してよく見たら、トゲトゲがついてるんですよ、背中に。これどうだろうな、わかるかな。うわー、難しいね。あ、ちょっとわかるかな、確かに、うん、トゲトゲしてるけど。田中さんがすごく綺麗に撮ったボルネオコブがあるので、その画像もね、今ねこの動画でお見せしますね。いいね、いびつさというかね、うん、トゲトゲのダンゴムシなんて、だってもう種類によっては、これもそう、田中さんが言ったんですけど、うん、もうほんと10万超えるやつとかもいる中で、うわ、うん、まあ、この子は比較的ね、まあ、数千円で手に入るやつなんですけど、いや、それでもね、めちゃくちゃレアですよ。いや、嬉しいですよね。マジでありがたいですね。これで登録者が1万9900人ぐらいまで下がって、うん、また2万人いた時どうなるかだよね。またもらえるかもしれないですね。無限2万人プレゼント。そうね。3万人行こうとしない姿勢がいいよね。そう。上を目指すじゃなくて。以上になります。いやー、すごい。紹介した順に言うと、ハイベニワラジ、はい、ホワイトピジョン、ホワイトシャーク、ボルネオコブと。いやー、すごいね。これはすごいわ。田中さん、本当ね、いろいろよくしてくださって。そうね。本心言えば、やっぱバジェット入ってない悔しさとかね。いや、でもじゃあ、あれはふざけて言ってるから。今、回せないよ。回せない。欲しかったやつ。やっぱり、作れへんかったって思ってる。バジェット、手に入る方法、ここしかなかったやん。何言われても田中さんのせいにできるし。まあまあまあ、回ってると思う。回ってた。回ってました。あー、親がかれ、親がかれ、染み押さえながら、あーって、そうそう、ちょっと、なってないわ。びっくりした。なってるか。田
田中さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。田中さん自体もあのネットでねダンゴムシの方販売されたりしてますので、はい、まあ、今回この特別価格というね、はいはいはい、ハチマル用でやってもらいましたけれども、すごくお安い価格でね、そうですね、やってますんで、ぜひねそちらの方概要に詳しく載ってますので、はい、チェックして覗いてみてください。お願いします。はい、この動画良かったと思う方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。